おはようございます。塚原農園です。今日は関口種苗店さんに来ております。今日は社長さんにちょっと撮影させてくださいということで、今資材のところにね今来ているんですけれども、今日は冬の間使っている、また春先とかですね、野菜に使う、トンネルですね。よく畑にビニールトンネルがかかってますよね。その使っている資材、どんな感じのものか、使う以前の新品のものを今年もちょっと撮影しようかなと思ってきております。まずこちらですね、のパイプから見ていきましょう。これはもうすでに曲げてあるものなんですけれども、これはもともとはまっすぐでのものになります。厚みが13ミリですね。この一つ一つの一本一本のこの幅が13ミリです。すごく丈夫、中は空洞になってますけど、まずここが折れたりとかはしません。で、耐用年数が私のところでね、結構使って12、3年持ちます。長い方はもっと使ってる、うちの三井さんとかは20年ぐらい使ってる方もいるんですけれども、でこれは長さがまっすぐにすると2メートル30センチを曲げてある状態で、主に使う用途としては、春採りのキャベツ、またレタス、また一部大根とか、あとはかぼちゃとか、そんなに背丈が大きくならない作物で、横に広がったりするタイプ、あと135センチ幅のマルチ、畝が1メートルぐらい、あとはほうれん草とか小松菜などのトンネル掛けなどに一般的に使っているものになります。なんかそんなに背丈は大きくないんですけど、幅は広いですね。で一方こちらもう一つあります。これを見ていきましょう。こちらの方は長さが直間にすると2メートル40センチになっております。こちら先ほどのものと比べると背丈が高いんですね。長さ自体も長いんですけれども、曲げる時点で加工を変えてます。タッパが長くなるようにして、その分幅が狭い。これはだいたい95センチのマルチを使うもの、一般的にこの辺だとトウモロコシやナス、ピーマンなどに使ってます。はい、まずじゃあこちらをですね、2メートル40センチのナス、ピーマン、トウモロコシなどに使っているものですね。これは2メートル40センチなんですが、両サイドとも刺す深さがだいたい20センチずつ、15センチから20センチぐらいですね、ということです。で、2メートル40なので20、20ずつ引いたとして40センチ。だから残りが2メートルになるわけですね。ここから20センチ引くと、このぐらい。そうすると高さがだいたいここまでマルチがね、来るわけなんですけど、このマルチの高さから、この一番アーチパイプの高いところ、ここがだいたい80センチぐらいですね。こんな感じになるわけです。ここにマルチが来るということなので、いつまでも、トンネルをかけておけるんですね。結構季節の変わり目にナス植えます。でも、遅い、氷とか、遅霜はもうないとは思うんですけれども、ナス、ピーマン植え付けがだいたい4月頃ですよね。植えて、で5月6月になって、その頃ちょうどここら辺までてっぺん成長点が来ると外すんですけれども、まだちょっとかけておきたい時があります。なのでなるべく長い方がいいんですね。でもっと大きなものがあるんですけれども、そうするともっと大きなビニールトンネルが必要になってきますので、それの両方ともちょうど使いやすさから考えると、ちょうどこの2メートル40が使いやすいです。でもう一つこちらの右側ですね、このこっちを測っていきましょう。こちらは2メートル30センチになります。でこれも20センチぐらいずつマイナスしますね。そうするとここが20センチなので、ここぐらい、だいたい高さが60センチぐらいです。この一番ね、曲がっているところの高いところから考えると、ちょうどここがマルチが来る感じですね。だからそんなに背丈が必要としません。でもこれ以上低いと、この空間が低すぎても保温効果がなくなってしまいますので、ある程度の高さは必要です。
で、これは曲げてある状態で、この横幅、今度見ていきましょう。まずこちらの大根やレタス、春鶏キャベツに使うもの、はい、ちょうどこの辺ですね、20センチ刺したと想定して、一番下の低いところでだいたい1メートル15センチぐらいでしょうかになっております。広いですね。で、畝自体が1メートルぐらいになっているので、だいたい15センチずつ、15センチなので7センチぐらい余白があるということです。で、ここにマルチがあると。で、作物があって、あとはレタスだけではなくて、ほうれん草、小松菜など種直巻きしますので、ここへ作物が植わっているということですね。で、もう一歩、こちら忘れましたね、下の幅なんですけれども、まあ、これはナス、ピーマン、トウモロコシなどですね。この横幅だいたい20センチさっぴいて、まあ、ここまで刺します、刺さりますので、これ刺した場合だいたいなんですが85センチ前後となってます、うん、で、これは95センチのマルチを張りますので、95センチのマルチを張った場合、マルチの幅がだいたい60センチぐらいになると思います。ので20センチぐらいありますから、10センチずつ余白があるということですね。まあ、何の野菜でも使えます。で、私も実際いつも使っているものがこの2種類になります。パイプがすごく曲げてあるんですね。これはお電話いただいたそうで、 YouTube 見てお電話いただいた県外の方からの注文、あちこちにも曲げてあるそうなんですけれども、ちょっと発送が間に合わなくて申し訳ございませんって言ってました。もうちょっとで納品されるそうです。やっぱり県外でないところが結構あるそうですからね、はい、で、こちらが先ほどご紹介したアーチパイプの曲げる前のものになります。ね、まっすぐですよね。これが測ると、はい、2メートル40センチなので、これを曲げるとナスなどのパイプになるわけです。で、これまっすぐで鉄で見た目硬そうで、ね、曲がらないと手で曲げるんですけれども、ちょっと曲げるのって難しそうじゃないですか、ね、ただ曲げるのだったらね、簡単なんですけど、ボキンと折れたり、あとうまくアーチができないと。これを曲げる機会があるので、私が実際に曲げるところをちょっと、ね、やってみたいと思います。はい、それでは実際にこちら直管パイプ今持ってきました。これを13ミリなんですけど、これを2メートル40センチですね。ちょっと確認します。はい。これが2メートル40センチ長さの直管パイプになります。で、これを実際にこの型枠を使って、曲げてみたいと思います。まあ、これも自作で作ったらしいですね。ここへ当てがいますと、こんな感じで、はい、ぐーっと手で曲げるだけなんですけれども、ここへ当てていただいて、で、あとはこのまま押し付けるようにぐる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 っとぐーっと曲げて、で、最後ここでちょんと当てて、これで曲げ OK ですね。あとは外せば、はい、どうでしょうか。これでアーチパイプの完成ですね。こうやって曲げていただければ、これがナス用のアーチパイプに大変身ということですね。何本か曲げてみましょう。はい。では今度は2本ずつ曲げてみたいと思います。こうやって当てていただいて、こんな感じで、ぐぐぐぐっと、ぐっと。で、最後ここで、ちょんと。上げれば、はい、2本いっぺんに同時に曲げることができました。はい、それでは続きましてはこちら2メートル30センチで、まあ、大根、レタス、春鶏キャベツとか
まあ、ほうれん草などの横に広いタイプの方を曲げていきたいと思います。ここにある直管パイプが2メートル30センチの長さになってます。で、この型枠自体も先ほどと比べると横に広いですね。はい、ではまずは1本目曲げていきます。こちらの端に合わせてこのままぐーっと押していきます。ぐー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 っと、で最後枠のところにピタッと、これで外せば、はい、これでアーチパイプの完成です。はい、いい感じですね。はい、じゃあもう一度2本ずつ曲げてみたいと思います。あてがって、はい、ぐーっと、で最後キュッとですね。あ、いい感じに曲がりましたね。これが2メートル30センチで、はい、使うやつですね。はい、そしてこちらにあるのがニトポールですね。これが先ほどの曲げた鉄の丈夫なパイプ、あれの間に入れるやつです。私はだいたいこれを鉄と鉄の間に4本ぐらい入れてます。これも農家さんによって感覚は違います。これはガラス繊維でできてまして、まあ、一本一本がこのように釣り竿のようにぐにゃぐにゃっと曲がって、これすごく丈夫です。で、マーカーがついてます。黒い印があるんですけど、20センチ刺してくださいと、両端に印がついてる。で、あとセンターにもマーカーがついてます。で、これ T 型ですね。よくダンポールというものが皆さん使ってると思うんですけども、緑とか青色、これあれは丸ですよね。でもこれは T 型で、丸より、こうしなりがない丈夫なやつですね。今もう販売されていないんですかね。あと残り在庫少しです。私もこれたくさんね買っておきました。ここにあと少しだけあります。これが2メートル30センチの長さですね。これ一種類かな。うん、これすごく使い勝手がいいです。これも丈夫なので、私も新規収納して20年経ちますが、まだそれ、現役で使えております。これはなくてはならない存在なので、これが販売中止になったら次の代替品、似たようなのが出てほしいですね。あとトンネルビニールをかけた後、杭とまた紐で留めますよね。その時に使うものが、私は平テープ、農家の紐シリーズの平テープ使っているんですけれども、農家さんによってはまあ昔からのあるこれ耳紐と呼ばれるもので、こんな感じでぐるぐるぐるとすごく巻かれて、これめちゃくちゃ重いんですけど、こういったものがあります。これ何でできているのかな、まあ、なんか折り込んでありますね、繊維質。これも昔から使っている方、まあ、現在も使っている方いますね。すごい距離は長いですね。これ何キロっていう長さで巻かれてます。もうすでにこれ使ったやつですけれども、これでも重いですね。これ相当重いです。これはすごく丈夫。ただこれの欠点があって、なぜ今私は平テープに変えたのかっていうことなんですけれども、これ何回か使っていくと、ここは少し亀裂が入るんですね。切れることはないんですけれども、で冬の間寒いとこれがすごく硬くなって、切れたところがビニールに擦れるとカッターナイフのようにビニール切っちゃうので、今はこれは使わず平テープ使ってます。これもすごくいいやつですね。はい、そしてもう一つ、トンネルビニール張りに欠かせないのが、ビニールを張った後に使う杭ですね。私がいつも使っている杭がこちらです。これ正式にちゃんと測ってみましょう。いつも42センチとかって言ってたんですけど、これ何センチかな、47、こっちかな、このぐらいですね。これ一番使ってるかな、43センチでした。はい、このようなくの字型をしているんですけれども、全部同じ形です。長さが違うだけなんですが、こんな感じですね。この先端を土の中にこんな感じでずーっと刺します。で、ここで紐をくるっと巻いて最後グッと刺すやつですね。これ鉄になってます。すごく丈夫ですね。まあ、力ずくで曲げようと思えば曲がりますけど、
多少グッてやったぐらいでは曲げることはちょっと厳しいぐらい硬いです。すごく丈夫です。これ私新規収納の当時から使っていますので、まあ20年は余裕で使えますね。三井さんなんかも使っているものもあるので40年ぐらい使ってるんじゃないですかね。でこれ長さがいろいろあります。これ私43センチの杭を使っているんですけれども、腐食性に営む畑、また黒木土ですごく土が柔らかいので長めのものではないと引き抜けてしまうので43センチ使ってます。で他にもサイズいろいろあります。土質がいくらか砂質とか、まあ硬いところ、粘土質のようなところはもうちょっと短めの方がいいですね。これだと一番短いので35センチ、まあこの辺りでちょうどいいんじゃないでしょうか。あと枕地とか結構硬いところなんかはたまにこういったものを使うこともあります。これが杭ですね。はい、続きましてトンネルの支柱を刺した後、次はビニールを使います。いろいろあるんですけども、私が穴なしのビニール、ノービーを使っているものは、こちら3ホットをメインにしてます。これもいろいろと、幅などがありますが、厚みがこちら、0.075 ミリですね。もう一つが 0.05 ミリとあるんですけれども、私はこちら厚手のタイプを使ってます。まあ理由としては使い回しができる。あと丈夫。大風が吹いても破れない。ということですね。で幅は2メートル10センチのものを使ってます。先ほどのパイプを使えばぴったり合いますね。でこれ1本100メートルなってます。でこれはめちゃくちゃ重いです。これ1人で運べますけど、1人で運ぶものではないと思います。じゃあ試しに持ってみますね。これ今社長さんが下ろしたばかりの新品のやつなんですけど、あ結構重いですね。うん。何キロぐらいあるのかな。まあ、10キロは余裕であります。はい。まあ、男性でも女性でも、うちのアジュチャンネルさんの一人でも持てますからね。2つは無理だと思います。まあ、これがすごく保温性がある。まあ、3ホットで後で検索していただければと思うんですけれども、これは普通のビニールに比べると、地温中のビニールトンネル内の温度をすごく上げることができるんですね。だからすごくあと丈夫になってます。すごくいいですね。でも私の地域でもいろいろな、その作物によって、また農家さんによってビニールは使い分けはしてます。防滴タイプとかね、中が結露しないように、滴がつかないようにと、いろいろありますね。はい、そしてこちらが不織布になります。とてもこの軽いタイプですね。上が、パオパオという資材ですね。で、真ん中にあるのがシンテックスで、下にあるのが、パスライト、3種類あります。まあ、それぞれこれも使う農家さん、また、作物によって、変えていくということです。はい、そしてもう一つ、こちらが、トンネル、またベタ掛け栽培用という、よく私がタフベルと呼んでいたものですね。今は名前が変わりまして、ダイオベタロンという名前になってます。これ保温と、また霜よけ、あと虫よけにも使えるもので、まあ、不織布なんですけれども、まあ、繊維がちょっと変わっていまして、すごく丈夫ですね。前回も動画にしましたが、これは新品のものです。すごく白いですね。で網目がすごく細かくて、手でグッと引きちぎろうと思ってもまず引きちぎることはできないです。意外とナイフを使ってもですね、なかなか丈夫で切りづらいぐらいなので、でこれも何年か使い回しができます。でこれが幅が150センチでしたね。まあ、135センチって言っちゃったかな。まあ、実際150センチのものを私は使っております。でこれ一巻き100メートルですね。大岡製さんのもので、すごく丈夫です。これはいろいろな用途に使えまして、ほうれん草、小松菜などの背丈が結構大きくなってきて、トンネルをかけるまでもないなと、でもちょっと寒さも怖いなっていう時、あとサニーレタスなどに直にベタ掛けよく使ってます。あとは春鳥の、寒玉タイプのマルチをやってトンネルを使わないタイプにベタにかけたり、そういった時で
霜よけというよりも風に振り回されないために私は使ってます。まあ、ここは保温、霜、防虫ってありますけど、もう一つ風っていうのもここに項目で足した方がいいんじゃないですかね。私は霜よけるもね、風対策でよく使ってます。本当にこれすごくいいので、実質この効果っていうのものは、何年かあるんでしょうけれども、実際新規収納から使っている同じ素材のタフウェルまだ使ってますので、最低でも私20年、使ってます。はい、こういった資材もありますね。はい、続きまして、今度は、ノーPOですね。私がよく使っているミカド加工さんの、有楽換気っていうやつなんですけど、正確にはソフト換気っていうのかな、穴が開いているタイプ、よくビニールトンネルで使っているもので、いろいろなものにね、かぼちゃ、またトウモロコシなども最近はビニールからこちらノーPOに変えてます。これのとてもいいところは、ノービというものは一箇所穴が開くとピーッと風が吹くと切れちゃうんですが、ノーPOになりますので穴が開いたとしても裂けるチーズのように、切れないんですね。要は丈夫だということです。今私はビニールハウスもみんなノーPOに変えてしまいました。で、これ穴が4つずつ、左に2畳、右に2畳ずつ穴が開いているものですね。規格が 75A、 幅が2メートル10センチで、長さが1本100メートルで、開口率が 2.5% となってます。これは軟弱盗聴、高音障害防止をする、低音耐性強化ができる、換気省力化ができるというものになります。使い方はビニール、先ほどの3方と同じように貼って、やるという形ですね。はい、いかがだったでしょうか。今日は冬の間、また、春先にですね、防寒対策、風よけなど、霜よけなど、いろいろな資材として使えるアーチパイプ、ビニールトンネルに使うもののビニール、有楽換気などのノーPO、紐、杭などのご紹介をさせていただきました。今日は茨城県古河市にある関口種苗店さんにお邪魔して、撮影の許可をいただいて、撮影の許可をいただいて撮影しております。全国でこういった資材がやっぱりないとこはないそうですね。でもこういったものも発送ができるそうなので、ちょっと興味がある方はぜひお問い合わせをされてみてはいかがでしょうか。とても便利な資材で、本当にこうない方で一度使ってみたいなと思われる方、結構コメントが多かったんですね。ということで今年も撮影をさせていただきました。去年も撮影をしたんですけれども、この動画をね、またご覧になられてなかった方もいらっしゃると思いましたので、また2回目ということで撮影させていただきました。関口さん、ありがとうございました。